な感じがします。マスター、嫌な感じ？あっちからします。行ってみましょう。こういう感じは放っておいちゃダメなのです。レイちゃんを一人で行かせるわけにはいかないわ。行くわよ。おめえどうしてくれんだよ。てめえがドジ踏んだせいで狩りは失敗、大赤字なんだよ。どうやって責任取るんだ。ごめんでもみんなが先に死んじゃって俺だけじゃ。なんだよ、俺たちのせいかよ。そういうわけではムカつくやつだな、てめえは。そうだ、脱げよ、ここで。全裸&変顔の写真撮ってやるよ。なーに、所詮アバターだろ、恥ずかしくないってなあ。ここで全裸になったらあっという間に GGO 一の有名人だ。弁償できないならせめて俺たちを楽しませろよ。うわ、最悪、完全にいじめじゃない。いけないことです、注意してきます。待って、あの手の連中と関わるのは危険よ。まずは運営に連絡した方がいいわ。そうです、さすが私のマスターです。あんたはお人よしすぎなの。大して強くもないのに自分より大人数を相手にする気？クレハ君の言う通りだ。正義、いや自分の主張を通すには力が必要だよ。いつきさん。まあここは僕に任せておいてよ。いや君、久しぶりだね。俺ですか？あなたはいつきさん、トップランカーの？そうだよ、君の友達のいつきさ。親友って呼んでくれてもいいよ。ああ、いつきさんよ。こいつは今俺たちと話をしているんだよ。ああ、悪いね。じゃあ彼を借りていくよ。おい、喧嘩売ってんのかてめえは。ああ、いくらでも買うよ。だけどつまらない戦いはごめんだね。僕に無駄玉を使わせたりなんかしたら殺しちゃうよ、なんてね。あったよ、さっさとそいつを連れて行けよ。ありがとう。それじゃあ君ついておいで。はい。ありがとうございました、見ず知らずの俺を助けてくれて。お礼を言われるようなことはしていないよ。数日ログアウトしてから戻ってきてごらん。害虫どもは駆除しておくから。すみません、本当にありがとうございます。駆除ってどうするんですか？さっきの会話は撮影アイテムで録画済みさ。運営に通報すれば厳重注意、余罪が出ればアカウント削除もあり得る。そういうわけでパイソン君、あとは頼んだよ。かしこまりました、速やかに処理しておきます。ありがとうございます、いつき。僕が好きでやったことさ、君たちが礼を言うことではないよ。それより君たち時間はあるかい？よかったら僕のホームに遊びに来ないか？よかった、じゃあ僕についてきてくれ。ようこそ、ここが僕のホームさ。お帰りなさい、いつきさん。お客さんですか、いつきさん。お茶用意しましょうか。ありがとう、僕の友達だからもてなしは自分でやるよ。君たちは奥のテーブルへどうぞ。自分で言うのもなんだけど、僕絶対アーミーの素質あるっしょ。日本に生まれていなければ今頃軍曹だったよな。
最近の GGO は生ぬるいよな。 PVP を避けるやつも多いしよ、つまらなくなったもんだ。文句言うなって。ただまあ俺も一度くらいはリアルな戦いを経験してみたいもんだぜ。荒っぽい連中ばかりで驚いたかい？君の言う通りだよ。腕はかなりいいけど、性格は難ありなのが多いかな。あんたはまだ知らないだろうけど、イツキさんのスコードロンアルファルドは有名なんだよ。集団戦なら GGO でもベスト5に入る強さで、トッププレイヤーでなければ加入できないって話もあるくらいよ。我々のスコードロンにそういったルールはありませんよ。全てはリーダーのイツキさん次第ですから。申し遅れました。私はパイソンと申します。以後お見知りおきを。彼はアルファルドの実質的なまとめ役さ。僕は大抵フラフラ遊んでいるからね。ご冗談を。みんな五木さんを慕ってきたものばかりです。どうせ遊ばれるなら彼らの相手もしてやってほしいのですが。そうなんですか。五木さんって強いし頭もいいし、人望があるのも納得ですね。クレハさん、あなたは人を見る目がありますね。全くその通りです。人望ね、なんかうさんくさいな。僕はみんなの夢や話を聞いてあげただけなんだけど。みんなに認められたい、かっこよくなりたい、銃を撃ちたい、戦場を味わってみたい、何より強くなりたい、強者として頂点に立ちたいとかね。不思議だね。仮想空間だから実現できるとでも思っているのかな。おかしいですか。こういうのって普通だと思いますけど。普通か。その定義が何なのかによるけど、 VRMMORPG のプレイヤーの多くがそうなんだから。GGO においてそれらの願望は普通と言えるだろうね。そうですよ。他にも銃を使ってみたかったり、友達欲しいとか理由はいろいろあるんでしょうけど。なるほどね。つまり誰もが何かしら求めるものがあってきているというわけだ。この広大で無限の可能性を秘めた GGO へ、なんてね。我ながらかなり青臭いな。ちなみに君たちが GGO に来た理由は？私はもともとゲームが好きで、眼芸にも興味があったから。もちろんやるからにはトップを目指しますけど。大した理由はない。退屈を紛らわせるためさ。君はどうなんだい？私が誘ったから来たんだものね。特に理由はないんじゃない？君たちはリアルでの知り合いなのか。あ、じゃあ GGO を続けているのはただの付き合い？じゃあ君が GGO を続ける理由が見つかったら教えてほしいな。君はもしかすると普通ではない答えを見出すかもしれない。いや、どんな答えでもその人が考えたものだ。どれほど凡庸なものでも価値がないとは言わないけどね。そうだ、君が答えを出す過程も見てみたいな。よかったらうちのスコードロンに入らないかい？これは僕の勘だけど、君は将来何かとんでもないことを成し遂げそうな予感がするんだよね。まあ、あくまで勘なんだけど。だからどうかな。もちろんクレハ君も一緒に来てくれて構わない。イツキさん、初心者のスコードロン入りというのはいかがでしょう。他のメンバーの士気に関わります。高レベルプレイヤーしか加入できないなんて規則を僕は作った覚えがないんだけど。どうしますか、マスター。了解。無理強いをする気はないよ。けどさ、
君の友達になるのは構わないだろう。なら決まりだ。僕が君のパーティーに入るよ。そうと決まれば早速フレンド登録をしよう。待ってください。いつきさんが初心者のパーティーに入るなんて仲間たちは納得しませんよ。それをうまくまとめるのがパイソン君の役割だろう。スコードロンの運営は任せた。僕はしばらくこの人たちと遊ぶよ。よろしくお願いします、いつき。嘘でしょ。外に出るときは絶対に声をかけてくれよ。久しぶりに退屈を忘れられそうだ。マスター、あそこにシノンがいます。誰かと話をしているみたいね。邪魔しちゃ悪いんじゃない？だけどあんまり楽しくなさそうです。気になるからゴーですよ。効率のいいクエストを見つけたんだ。これから一緒に行かない？ごめん、ちょっと約束があるの。そうか、じゃあまた今度、浅田さんが都合がいい時に。お願いだからシノンと呼んで。リアルの名前を呼ぶのはマナー違反よ。ごめん、つい。でも僕はシノンに新川くんって呼ばれたら嬉しいけどな。個人情報を漏らすのはまずいよ。誰に聞かれるかわからないんだから。そうだね、そういう警戒心が強いところ、ここっぽくていいな。
私はそんなんじゃない。相変わらず変な課題評価をするのね。偶然ね。シノン、この人たちは？最近できた友達よ。はじめまして。僕のアバター名はシュピーゲル。シノンとはリアルで長い付き合いの関係なんだ。まさか GGO で会うとは思わなかったわ。そんな話全く聞いてなかったもの。シノンをびっくりさせたくてね。それに僕は分かっていたから、いつかきっとシノンがここに来るって。むしろ意外だったのは銃のことだよ。 VR 空間なら平気なんてどういう理屈なんだろう。その話はやめて。人に聞かせる話ではないわ。ああ、ごめんごめん。そうか、この人たちは知らないんだね、シノンの過去。じゃあ、僕はこれで失礼するよ。またね、シノン。ごめんね、話の邪魔をするつもりはなかったんだけど。いいの、むしろ助かったわ。シュピーゲルは一応友達なんだけど、ね、彼は長い付き合いとか言っていたけど、キリトたちとの方がずっと長いから誤解しないでね。そうなんだ。話の感じから私たちみたいな幼馴染かと思っちゃった。違うわ。あるゲームもう終わっているんだけど、そこでキリトやアスナ、リーファたちと出会ったの。彼、シュピーゲルと知り合ったのはそのゲームを終えた後だから。地元の図書館で顔見知りになって何度か話すようになったの。でもそれだけよ。リアルでたまにお茶するくらい。最近はこうやってゲームでもたまに話したりするけどね。彼は根は悪い人ではないと思う。だけどどこか変に思い込んでいるところがあるから気をつけて。実は GGO に来る前にやっていたオリジンでちょっとトラブルがあったの。その時は随分キリトたちに助けてもらったわ。今は彼も反省しているっていうから大丈夫だとは思うんだけどね。そうだ、私これからホームでアスナたちと待ち合わせなの。よかったら一緒に行きましょう。いいわね。途中で美味しいお菓子でも買っていこう。賛成。あったかいお茶でも飲みたいわ。こんにちは、レイちゃん。それと幸運なニュービーさん。攻略の進み具合はどうかしら。まあまあってところなのです。マスターはまだニュービーなので。確かに特別早い進行って様子じゃなさそうね。攻略に求められるのは運より実力だもの。あんまりのんびりしてると SBC フリューゲル解放のアップデートに乗り遅れちゃうわね。ももレイちゃんも早くすべてのパーツを集めて本来の機能を取り戻したいわよね。自分のマスターに早く攻略してほしいなんて言いづらいわよね。わかるわ。これだけだとただの意地悪になってしまうからアドバイスをあげるわ。アファシスのパーツは残影の荒野以外にもあるわ。あなたはまず各フィールドを解放する必要があるわね。フィールドの解放条件はフィールドボスを倒すこと。わかりやすくって簡単でしょ。ああ、でも
フィールドボスの攻略が簡単ってわけではないわよ。さっきも言ったけど、運だけで勝てる相手ではないの。フィールドボスを倒せて初めて脱ニュービーかしら。ひとまずは残影の荒野のフィールドボスを倒して、次のフィールド、砂に覆われた孤島の解放を目指すといいわ。それじゃあね、レイちゃん、あなたのマスターと仲良くね。マスター、フィールドボスを倒して新しいフィールドを解放しましょう。確かにマスターはニュービーですが、マスターの実力なら大丈夫なのです。ファイトー！おーですよ。